Green, green, let's go. One to go, next time by. Line up on the left side. Pit road is closed right now. はい、メイ君です。アイレーシングやっていきたいと思います。前回に引き続き、今回も、9800X3D を 5.5ギガに5クロックして FPS を見ていきたいと思います。このね CPU ね、計画で使ったんじゃこの3画面のゲーム全然 FPS 出なくてカクつきまくっちゃうんで、あの PDO2 もやってみたんですけど、まあ今回のこの新しい9000万台というのは PDO4 ができるっていうのが一つの売りなんで、まあそちらをねやって、どのぐらい FPS の伸びがあるか、あの 14900K とかね 285K に勝てるぐらいになるかどうかっていうのを検証していきたいと思います。まずね、メイクは前は 795MX3D 使ったんですけど、あっちの方がやっぱコアが多いんですよね。この 9800X3D ね、インテアの CCD 以降のコア数少ないモデルになってるんで、いくら 3D キャッシュ搭載とは言っても、もう 11520×2165 っていう広大なスペースを、しかもこういうシミュレースゲームっていうね、なかなか手間のかかりそうなゲームをやる場合、どうしてもやっぱり処理が追いつかないみたいで焼きついたんですよね。ただ A の B さんの公式から出てるように、シングルモニターでやったりフル HD、 もっとこう CPU の能力を試すようなゲームの場合はもうね、インテルさん思いっきりぶちいってね、気持ちいいぐらい性能出るんですけど、ちょっとねこのシングルゲームだけに限ってみたらちょっと残念な結果なんですね。ここをこの今回新しい9000万台になってからね、自動押しができるっていうんで、じゃあそれをやったらどうなるのかなということで、検証していきたいと思います。あ、お、危ない。で、まあ、前回ねアテット交差コンペティオネでもね、まあ手動押しで計測しましたけど、あっちもねまあまあいい感じでできてたんで、というかね、アイレーシングはどうなのかっていうのでやってるんですけど、やっぱりね CPU の温度は高めですね。 5.5 までオーバークロックするとやっぱり冷やしにくいんですかね。 CPU 2階建て構造になってるので、ここがまあいくら NVV キャッシュとコアを逆にしてヒットスプレッダーにコアを持ってってね冷やせるようになりましたって言っても、まあ、そもそもオーバークロックに向かないにくい CPU なのかね、言えないですね。まあ、60度70度ぐらいだったら十分冷えてんじゃないかっていう話なんですけど、まあ、メイ君家のこのエアコン冷却環境だと通常の CPU だと正直このゲームやってる時に40度とか50度台ぐらいで動いてるので、この60度後半から70度っていうのは相当発熱してるんだと思うんですよね。で、普通にクーレでやったらきっと100度とかいっちゃうのかもしれない。大丈夫かこれ、こんな CPU を本当に手動押しできますって言ってやっていいのかな。しかも 5.55 しかかかってないですからね。でもノーマルが 5.25 か 5225MHz、 そこからしたらまあ300ぐらいは上がってることになるのかな。でも300ですからね、ちょっと前までのインテルさんだったら多いって6.2 とかってオーバークロックでも常用できたんだから、それに比べたら随分最近の CPU はね、どのベンダーさんも控えめになっちゃいましたよね。このマクラーレンめっちゃ速い。
僕はちょっとスタートからばらけてきたら今60ぐらい出てますね。このぐらい出てればまあ十分ですかね。ゆく4000メーターなんで、まあ、マックス120ヘルツなんで、まあ63出てればまあまあまあですかね。PSP をやる人たちからしたらたった60かよっていう感じですけど、だからまあこんなもんでじゃないかね。ゲーム中もまあ一回なんかちょっと落ち着いた感じさっきしましたけど、まあまあいい感じで動きますね。はい、これも相当ハイクオリティな画像、あー出ちゃった、画質設定になってるんで、これでこんだけ動けば、まあ実用用途でもうちょっとこうオンラインでやるときはもう少し設定落とすので、そうすれば十分いくぐらい狙えるんじゃないですかね。まあ64全部こう落としたハイクオリティじゃなくて2000ぐらいの設定しておけば十分オンラインで戦えるかな。ただやっぱりこの CPU 起動しありですね。オーバークロックしないと少し低い FPS になっちゃうんで、まあ、やっぱシムレースやるんだったらやっぱりもうちょっとコアの多い1900X の方がよっぽど、1950X の方がよっぽどいいんじゃないかな、もしかして。DVD キャッシュっていうのがどうにもこういうゲームには向かないみたいですね。というか FHP のゲーム、コアがどっちかっていうと FHP のゲームの方がやっぱり効果はないんでしょうね。そのゲームダメかっちゃった。これなんかブレーキペダルとアクセルペダルがブーンってブレーってなんか気持ち悪い。マジックのブレーキペダルにつけるハプテックユニットをつけてるんですけど、なんかアイレーシングってエンジンかけた瞬間からずっと振動するんですよね。で車体が滑ったり DBS がこう引いたりとかすると明確な振動に変わるんですけど、なんかずーっと振動してて、メイ君ずーっとペダルに足ちょっと乗ってていいです。なんかずっとマッサージされてるみたいな感じですね。でもペダルがね振動するといいですよね。あの ABS が効いてるっていうのがよくわかるんで、まあ、ABS のない車両とかでもロックを教えてくれるんでね、そしたらねペダルちょっと緩めればいいんで、そういう目安にはなるんで、なかなかいい装備じゃないかなと思います。これはツッコミがダメなの全然。